はい、どうもです。こんばんは。本日はついに超フェス、アップロードかなり長かったですね。そちらが終わって、サンターナ、そして三崎が来ましたので、そちらの数値見ていきたいと思います。まあ、本日から数値チェックの方は、まあ、数字だけ、まあ、基本見ていくような形で、まあ、口頭の方で、特技であったりとか、まあ、その、まあ、チーム好き、まあ、この辺は、補足していければいいかなと思っております。はい、では早速見ていきましょう。サンターナから見ていきます。もう条件としましては、バフ 20% チームスキル 60% そしてオフェンスフォーメ使う形で、今考えております。で、この黄色いセルですね、黄色くなってるところが煙突振ってる項目と、まあ、いったような形になります。なので、まあ、今回から、まあ、数値中心で見ていこうかな。そしてバフ 20% 固定で、基本やっていこうかなと思います。まあ、ざっくり簡潔にですね、数字チェックして、各キャラとかの比較っていう感じでやっていければなと思います。それでは早速いきます。まずサンターナですね。サンターナに関しては、まずここ左、何もなしというところから、また渾身ですね。渾身 20% が乗ったところと。で、さらにリバウルとのホットラインっていうのがあって、リバウルホットラインで 3% 乗る。まあ、これがここですね。で、その時の渾身という形が一番右になります。はい、まあ、なので最大渾身の 20% と、まあ、リバウルのホットライン 3%、まあ、こちらの、まあ、合計っていうわけじゃないんですけども 3% と 20% のバフっていうのが乗ってくるっていうのが最大値になってきます。はい、でその時の最大値まず見ていきましょう。リバウルのホットラインかつ渾身 20% 全て乗った場合にドリブル 33,246 でシュートが 35,767 までいきます。まあ、同じバフ 20% の条件で言えば、ミカエルとかだと 34,000 のシュート値ですね。なので、それは超えてくるよと、まあ、一定の形になります。パスに関しては29,000でタックル26,000ブロック24,000パスカット25,000と。で、ホットライン乗らなかった場合でも、ドリブルが32,000そしてシュート34,896でパスが28,382タックルが25,474パスカットが24,577と、まあ、いったような感じになります。まあ、非常に強いですね。ミカエルとほぼ、まあ、同じぐらいのシュート威力っていうのがしっかり出てくるようになります。まあ、ミカエルと大きく違うのは渾身の一撃ですので、まあ、初撃においてっていう形になります。で、まあ、今回から、サンターナフルメタルファントムっていう、まあ、超強力な必殺技がついてまして、ナトゥレーザとのコンビ技で、まあ、545威力ということになりますので、まあ、これ非常に強力ですね。で、地上シュートと545の威力を入れると、まあ、ホットライン乗らなかったとしても合算値、合算値で19万というシュート値、バフ 20% で19万というシュート値になるので、これめちゃくちゃ強いかなと思われます。はい、では歴代のサンターナと比較してみたいんですけども、スタミナに関しては、1188ということで、まあ、一番高くなってます。でドリブル、まあ、今回表示している値はソステの値ですね。ドリブルに関してはフェス一番高くなってます。渾身 20% 乗った時も一番高いですね。まあ、なので不屈とかよりもドリブル値高く出ます。でシュートですね、シュートに関しては不屈とブロックキラーが乗った時のサンタナの方が高く出るんですけれども、まあ、結局キーパーに届く値ではないですからね。そういう意味で、今回のフェス一番高くなってます。不屈だけ乗った場合のサンターナよりも、だいぶ高いという感じですね。はい、パスに関して見ていくと、パスも1位ですね。渾身 20% 乗った時 A1 になってます。でパスカット、はい、パスカット見ていくと、パスカットに関しても1位という形ですね。まあ、なので、自動パスカットのサンターナとかよりも高くなっていると、まあ、言ったような形です。まあ、なので、全てのパラメータにおいて歴代のサンターナのよりも高いよと、まあ、言ったような形ですかね。はい、まあ、今回非常に強力かなと思います。はい、では続きまして三崎見ていきたいと思います。三崎くんに関しては、渾身 20% だけですね、パラメーターが何か上がるっていうところに関しては、はい、そちら渾身 20% が乗った時に関してはドリブル 27,900 でシュートが 35,200 とでパスが 33,600
でタックルが 23,800、 パスカットが 28,000 と、まあ、いったような形ですね。まあ、バフ 20%、 チームスキル60です。まあ、原突は黄色い項目ですね、シュートパス。まあ、これを考えるとラファとかよりは、まあ、多分パス値が落ちてくる形ですけども、ミカよりもシュートが高いと、まあ、いったような感じですね。まあ、ただ一番注目すべきなのは、メイン技、まあ、がハイスピードトルネードスカイアルファということで、まあ、ちょっと高浮き、残念ながら低浮きではなくて高浮きのシュートなんですけども、545っていう、まあ、かなり強い威力の高浮きシュートになります。でさらに、まあ、美咲くんであれば先行雷獣積んだ上で、ハイスピードトルネードスカイアルファっていう話にもなるので、まあ、こういう形で技威力合計見ていくと、衝撃においては185,000という地上シュート、そして、高浮きに関しては192,000という感じですね。まあ、ですのでサンターナで190,000出てたんですけど、地上に関しては、まあ、合算値でいうとちょっとそれよりは、まあ、ちょっとあのフルメタルファントムの威力が高すぎてですね、それにちょっと及ばなくはなるんですけど、まあ、高浮きのシュートに関しては192,000で超えてくるよと、まあ、いったような感じです。歴代の岬と比較していきましょう。まずドリブル値、まあ、渾身乗った時がこのスーパーサブ 30% の岬より高い形になってます。まあ、これ非常に強いですね。はい、ではシュート、シュートに関しても1位に来てます。リンク 15% のゴールデン23の岬より高いという感じです。はい、それではパスですね。パスに関しても1位ですね。まあ、スーパーサブの 30% の岬、これ非常に強かったと思うんですけど、そいつより、まあ、だいぶ高い値で出てますので、歴代の岬の中では1位かなと。はい、タックルに関しては、渾身が乗った上で、ドリコレの岬より低くなってます。まあ、ですのでタックルだけに関しては、2番手という感じですかね。で最後パスカット、パスカットは1番に来てます。スーパーサブの 30% の岬より、まあ、上に来てますということで、まあ、全体的にステとしては非常に優秀かなと思います。はい、まあ、ただですね、まあ、ミカエル、ラファエルっていうところと比較してどうなのかなっていうのを見ていければなと思います。まあ、この表に関しましては、比較する条件として、オフェンスフォーメ、まあ、特技、そして潜在も込みしたものでさらにかつバフ 20% 乗ったもので、いろいろな数値を見ていきたいなと思います。で、まあちょっとね、ミカエル・ラファエルベースで、まあ、総合値出るんじゃないかっていう話ではあったんですけど、まずちょっと基礎総合値っていうところ、まあ、注目してほしいんですけど、はい、基礎総合値はミカエル 74,000 ですので、まあ、それよりはだいぶ落ちた形ですね、今回でいうと。なので、まあ、ミカエル・ラファエルはやっぱ別格なのかなっていう感じですね。まあ、特にミカエル。ミカエルに関してはやっぱ別格のキャラクターであって、その今後のフェスの基準になってくる値ではないのかなっていうところですね。ラファエルもまあちょっと同様な感じ、まあ、ラファエルぐらいまではもう今後上がってくるのかもしれないですけど、はい、もうもしくはでも今回超フェスって言ってるので、まあ、この後出てくる通常フェスに関してはこの超フェスよりは低いのかどうなのかっていうところの話にもなってくるかなと思います。はい、ですのでまあまあ、そういう意味でちょっとね、なんだろうなっていう感じはしました。はい。で、まずシュート見ていきたいんですけど、シュートに関しては、シュート値っていう話で言うと、サンターナが一番高く出る可能性があります。ホットラインと渾身 20%。で、その次にミサキっていう話になってます。で、35,000ですね。で、その後に、ミカエルっていうのが来てて、34,500と、まあ、いう感じ。でまあ、今回原突に関してはもうこちらに記載してるんですけれども、それぞれ結構別々な感じで、まあ、実戦でね出てくるような形で振ってますので、まあ、原突の振り方によってもだいぶ変わるかなとは思います。はい、ね、ミカエル、ね、ドリブル 34,000 に対して、サンタナ 33,000 ですね。まあ、なので、ミサキとかは、まあ、ドリブルに原突してないわけですけども、まあ、結構落ちてくる感じですね。まあ、ここら辺はやっぱ総合値の差が出てるかなと。でここパスですね。パスに関しては、まあ、岬くん高いんですけど、まあ、やっぱりラファエルの方が高いと。ラファエルが 36,000 まで出ますんで、そう考えると岬の渾身というのは 33,000 と、まあ、いう感じですね。はい、
というわけで、まあ、さらにシュート威力気になると思いますので見ていきたいと思います。シュート威力で相当しますと、フルメタルファントム、かける、渾身 20% プラスリバウルのホットライン 3%、まあ、こちらが乗った、サンターナ、これ一番高いです。194,930まで出ます。渾身 20% だけでも19万出ますので、地上シュートにおいては今回のフェスサンターナ、まあ、ミカエルを大きく超えてですね、はい、ミカエルの数字を大きく超えて、かなり強いシュート値ってことが分かります。で、まあ、大きく違うのは、サンターナとか、ミサキっていうところが浮き玉詰めるっていうところですよね。ミカエルに関しては浮き玉が詰めないので地上シュートしか打てないですけども、ね、今回高浮き、ミサキくん高浮き545の威力で192,000まで出ます。サンターナは、まあ、岩材力ちょっと下がりますんで、まあ、169,000という形ですね。まあ、本当は2人ともサンターナもミサキも引く浮きが得意だったり大得意だったり、ミサキは大得意でサンターナ得意なので、引く浮き の S シュートとかがついてると、まあ、すごかったんですけども、まあ、その辺はまだ搭載されないといったような感じみたいですね。はい、というわけで、まあ、ざっと見ていきました。まあ、ぜひ参考にしていただいてですね、超フェス、まあ、今回、まあ、言っても狙っていった方がいいのかなと。まあ、そのやっぱり美咲くんかっこいいですしね、今回のサンターナもシュートかなり強いので、はい、その辺を狙っていくといいのかなと思います。まあ、使いやすさ使いづらさっていうところで言うと、まあ、今回絆の美咲くんの絆は日本人6人以上であったりとか、サンターナは海外6人以上とか、まあ、そういったような形でミカラファと比べて絆だいぶ汎用性下がってるっていうところと、コンビ技ですよね。美咲くんであればまずメイン技が高浮きなので、技のちょっとスロット何入れるかっていうのは非常に悩ましいのかなっていうのと、まあ、サンターナに関してはナトゥ、そしてリバー、まあ、この辺と一緒に、まあ、使うことが割と前提にされてるのかなっていうところで、うん、まあ、ちょっとデッキによってはだいぶ入りづらい方も多いのかなというふうに思います。はい、まあ、その辺もいろいろご検討いただいて見極めてですね、やっていけばいいかなと。まあ、ちょっと期間長いと思いますので、はい、そちらの方やっていったらいいかなと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。